ポン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 。はい、どうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、本日なんですけども、まあ、サムネ見てもらったら分かる通りね、佐々木投手ことデイマジン選手使っていきたいと思います。ありがとうございます。あ、逆か。佐々木投手こと大魔神投手使って、いや、じゃ、大魔神投手こと佐々木選手使っていきます。はい。まあね、佐々木選手はね、僕がいつももう普段から使ってて、やっとね、新しいシリーズが極みになったんで、やっと使えます。今までずっと貯めてたんで、はい。で、その前に、これ引いていいですか？昨日の動画で A ランク以上確定スカウト S ランク出たんで、今日はこっちで S ランク出します。で、今日はギャレット狙うわ。まあもうギャレット賞味ね、シリーズ変わるからいいかなと思ってたけど、まあこういう機会にセーブで引こうかなと思います。はい。はい、じゃあこちらですね、もうパッといきます。はい、もうカットカットカットのカット量産型でいきたいと思います。はい、2回目は何もなし。はいはいはい、 OK。 で3回目、こっからね、こっからよ、勝負は A ランク以上確定します。はい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 、調子くん、いやーなさそうやな。これオーラだけでもう飛ばしますね、レインボーいかなかったら。はいはい、松本選手、まあ、西武のね選手の A ランクは正直あんまりいらないんですけど、A ランクやったら中日が欲しいんですよね、今。何回目？あ、5回目、これがね、これね、S ランクのエース来たら熱い。じゃあ、A ランク以上のエースが来たらめっちゃ熱いんですよ、これ。前、これで S ランク来たんで、来い。あー、ないわ。はい、6回目。もうなしやね。はいはいはい。はい、じゃあ7回目。A ランク確定してるよ。はい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 。はい。マジ？あー！また森脇投手やばい、 S ランク出た。よしよし、 OKOKOK。 8回目は飲むなしで、はい、森脇選手。9回目、森脇選手。はい、ラスト、これ A ランク以上2倍、来い、ここでも来い。おお、はい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 、もうスキップしないよ、スキップしないよ、する。あはは。い、じゃあこちらですね、佐々木投手。これね、佐々木投手の何が強いかって、この存在感、これやばいっす、マジで。だから2回以降に出てきたらこれ特殊能力発揮するんで、これがエグいんすよ。あ、3点差以内か、しかも。なるほどね。あ、ほんで2回も関係ないんか。3点差以上のリリーフ登板でいけるんか。 OKOKOK。 3点差以内か。じゃあ3点差以内にしたいね、今日ね。はい、ということで先発は内海投手でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあここですね、やっていきます。さあ、いきます。はい、はい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 。この前ね、僕ね、内海選手に負けたからね、負けたというか結構2点ぐらいしか取れんかったんですよ、内海選手に。はい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 、いいよ。これ内海選手ほんまね、打てる人と打てない人マジで分かれるんで、僕打てない部類なんですよね、内海選手多分。このスクリューが意外と速いんですよ、速度が。はいはいはい、いいよ。はいはいはい、打てない自分にガンなのかな、それは。打てない自分にガン、いいね。広角出てた。うわー、怖え。これが2球目。いやー、ナイスバッティング。大谷投手やからな、ライト。大谷選手、そういえば今日161キロ出したらしいね。161キロの5三振か、すごい。よっしゃー。ちなみに相手の方プラチナさんで打率5割2分4厘でしたからね。はい、5割2分4厘の方も内海選手は抑えれるんよ。はい、このダルビッシュさん、寿司もないからいけそう。はい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 、まあ、けどね、3点取ったらあかんのよ。じゃあ3点、ああ、オッケーオッケー。まあまあ3点差以内やからね。うん、3点差以内やから1点ぐらいでいいよ、今日は。吉田シフトやってバントしようかな。まあ、いっか。いやー、うまいな、配球。はいよー、はい、今のスラーブを打っていく。さあ、燃えてますね、相手の方。あと2点かな。あ、まあまあ、もう1点取ったら大丈夫なんですよ、大魔神投手は。あ、モイデロ最近多いな。え、俺モイデロ得意ですけどね。はいはいはい、あ、球速いな。はい、ナイスバッティ。さあ、王さん、これホームラン打ったら3点か。スライダーが意外と曲がるね。あ、やばい、うわー、入った、やばい、あと2点、やばい、まずいな。まあ、けどもうこれもう行くしかないな、もう。もう1試合行こう、もう。あ、5番に変えたんですよ、筒香投手。なんかね、やっぱ3番ギータがしっかりきてて。なるほど。さあ、バッターは何を待っている。い
いやーボールか。いや微妙やなあのコース。さあ村上投手、ああさあ行きます。ここで佐々木投手、さあ来ました。これで3点差。ほらこの存在見て見て、この存在感見て。まあもう打てへんでしょこれは。はいはいはい、よいよいよいよ、はい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 、見てこれ。落合選手極みですからね。ああまあまあそりゃね、そりゃそうよ、あんだけ下げられたら。はい存在感出ます。いやこれが強いよ、これがね、もうね打てないからパワーがなくなるからね。3球目は何で来るか。はい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 、ほらはい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 、これが5球目、ほらはいはいはい、うわいいね、5割2分4厘ですからね。あ糸井さん帰るんかなこれは。あ変えない、マジか。じゃあストレートお見舞いしよう。多分パワーなさすぎてもうバット折れるよ。はいはいはい、止めよう。うわーちょっと流れ悪いな、これ怖いな、存在感出んかったな。これが1球目、この球も安定したい場面ですからいいと思いますね。あーストライク入ってたな今。ナイスボール、よっしゃー。ちょっとね、撮影時間が、13分ぐらいでカットしたら多分ね10分いかないんで、ちょっとこれ引きますわ、短いから時間がまだ、うん、まだ諦めてないんすよ僕ね、諦めの悪い男なんで。荒垣選手と荒垣選手と古田選手狙っていきます。はい2回引けるからね、出るでしょ。いいよお願いします、レッツゴー。今日はやめとくわロングトーン、うん、ワンオクロックの高波のロングトーンはやめときますよ。はい、さあ来い、これが打って、うわー頼む、ほら、いやマジか、ほんま OB、 OB 目、 OB 目マジか、なんでなんこれ。はい、あ山内さんこれで極みです。山内さん別に狙ってないけど、あはいラスト、いやーレッド頼む。いやほんまかこれ、いやほんま荒垣選手欲しいねんて。荒垣選手の A ランクすらも出てないからね、ちなみに言うけど。うまそう、はい、じゃあもう一回なんかあと3回引けるみたいなんでいきます。来い頼む、さあ来いよ、あと3回引けるぞ、あと3回中にエースランク来ないと動画的にもやばいぞって。ああほんまこれ、あはい、なんで堀選手めっちゃ出るやん、もうなんでも、いや大二郎さん、マジっすか、まだ出そう、まだ出そう、いや大杉さんやめてそのポーズ、まだ出る、はいはい、なんで。なんでまた出そう、なんで。